さあ始まりました。本日もエクサルビーリプロのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども、今日は3月20日、今16時34分ですね。 YouTube 録画しております。今日もアメリカ市場を振り返っていきたいと思うんですけども、まずニューヨークダウですね、384ドル安ということで大幅安になってしまったんですね。それからナスダックが 86.79 ポイント、こちらも安くなってしまったという感じ。それから S&P500、 こちらもですね安くなってしまって 43.64 ということでちょっと安いんですけども、ダウ先物もマイナス122ですね。それから日経先物がかなり安いです。マイナス420ということでちょっと心配な動きですよね。アメリカ市場がちょっとこう安くなってしまった影響を受けているのかなという感じなんでしょうか。それからオイルですね、オイル 65.09 ということでちょっと安くなってきましたね、このあたり。それから急上昇しているものがビックス指数ですね、こちらが恐怖指数というものなんですけども 27.78 まで急上昇してますので、これがちょっとね嫌気してるんじゃないかなといったところですね。まあ、株式市場はちょっとこちらに反応してということで、まあ、ちょっと売られてしまっているような感じなんですけども、まあ、ビットコインなどはどうな動きをしているのかちょっと見ていきたいと思いますね。はい、ビットコインなんですけど、こちら結構好調なんですよね。ビットコイン最近367万9000円まで上がってきているということで、結構な上がりを示しているんですけども、まあ他のものっていう、アルトコインはね、ちょっと安くなっているものも目立つのかなというところもあるんですけども、まあ基本的に今日は OMG とかが 40% ぐらい上がってたりとか、まあ結構大幅高しているものがあるので、仮想通貨に資金がちょっと入ってきているような感じに見れるんですけども、これはね、ちょっと私はあんまりそういうふうには思ってないですね。あんまり信用はしてないです、正直ね。まあ、上がってくれてるんでいいんですけども。まあ、それからイーサリアム23万3000円。それからリップル50円ということですね。後ほど MacD RSI などを確認して使ってみていきますけども。ビットコインキャッシュ17,725円。それからライトコインが18,836円。ネモ上がってきましたね。5.34 円まで上がってきました。それから他の仮想通貨を見ていくと、まあ高安まちまちなんですけど、ポリゴンは 4.06% 安くなってしまっているという感じですね。それからソラナが 5% 高。まあ、軒並み上がっているものが多いかなとは思うんですけども、クアンタムとか、OMG すごい目立ちますね。それからまあそんなところですかね。あとはまあ高安まちまちな動きなのかなといったところですけども、OMG の 40% っていうのは結構効いてますね。結構ね、今日はね、目立ちますよね。まあそんな中ですね、ビットコインに仮想通貨、資金が流入してるんじゃないかなっていうふうに思うか方もいらっしゃるかと思うんですけども、私はですね、アルトコインからビットコインに流れてるだけなんじゃないかなと思うので、まあ、そんなにこう新しい現金が入ってきてるわけじゃないんじゃないかなっていうふうには見ています。まあどうなるかわかりませんけどね、まあ、上がってくれれば別にいいんですけど、まあどんな形でもね、ビットコインが上がることはアルトコインにとっても悪いことではないので、まあ、これは決して批判とか非難するようなことではないと思いますので、まあ、基本的にはビットコインが上がってくれてるっていうのはいいかなという感じで思います。リップルどうなっているか、MacD RSI を使って確認していきましょう。はい、本日のリップルなんですけども、50.122 ということで、今日は 0.14% 下落になってきてますね。まあ、ビットコインなど上がってるんですけども、リップルはあんまり反応がないかなといったところで、上値が重いですよね。まあ、こんな感じのチャートをしてるものも結構他にも目立つんですけども、イーサリアムとかも今日同じですね。イーサーとやっぱりアルトコインということで相関性高いのかなと思ってるんですけども、まあ、イーサーを見ていくといいかなと思いますね。はい、MacD も下抜けしてしまっているので、まあ、これはちょっといい感染47円の方に向かってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、若干下値不安が強いかなという感じなので、まあ、急激に極論急落するとかそういうわけじゃないんですけども、ジリ安っていう感じで、まあ、下がってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ですので、今 47.8 円の方にビットコインは上がっているんだけど、リップルは下がっていくんじゃないかなっていうのが、ちょっと私の見立てですね。例えばリップルからやっぱりビットコインに両替していくとかね、まあ、そういう動きがこれから加速していくんじゃないかなと思うので、ビットコインは半減期にね、迎えますので、ちょっと高くなるかなっていう期待もあるんですけども、リップルは別に半減期があるわけじゃないですから、やっぱりリップルとかから諦めて、まあ、ビットコインに移動しとこうかな。なんか最近ビットコイン調子がいいぞという形で、ビットコインに移動してくるっていう流れはこれからも増えてくるんじゃないかなと思うので、まあ、そんな感じでリップルは 47.8 円の方に向かってくるんじゃないかなっていうのが私の見立てですね。
はい、ということで今回もリップルチャート分析してみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、最近リップルがね、あんまり上がらないので、ちょっと面白くないなと思っている方もいらっしゃると思いますし、ビットコイン最近強いなと思っている方いらっしゃると思いますので、やっぱりね、そういう動きっていうのはみんな、皆さん気づいていると思いますので、これからもそういう動きは加速するんじゃないかなと思っております。皆さんもね、様々な値動き予想があると思いますので、よかったらコメント欄の方にチャンネル登録いただきまして、コメントですね、いただければと思いますので、よかったらよろしくお願いいたします。ということで今回もチャンネル、こちらのね、見ていただきまして、本当にありがとうございます。たくさんあるね、仮想通貨のチャンネルからね、選んでいただき本当にありがとうございます。これからも頑張っていきますので、よかったらこれからも引き続き応援よろしくお願いいたします。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。